自分で意識を持って何かレコード買おうとかって思ったのって、 YMO が最初なんですね。チャーリー・パーカーがなんかレコードを貸してくれて、ベースも弾けると思うからスタジオ来いって言ったら、ドニューウェーブのバンドで、だから僕にとってすっごい続いてるんですよ、ヒップホップとニューウェーブが。わかる、はい、それこそ藤原宏とかと、伊藤聖子とかね、ミュートビートだったりメロンだったり、新しい機材で言ったらすぐ手に入れるみたいな、でも横見るとバスキアがいるとか言って、あ、この人バスキア。でもロンドンに行きたいって思ったわけですね。ソウルとソウル一緒にやることになるとも思わなかったし、それでまあシンプルレッドに行くわけだけど。なるほど。もうだからもう壊れてれば壊れてるほどかっこいいと思ったんで録音した歌を全部 NPC にサンプリングし直すんです。NPC でやれる限界まで僕行ったと思います。グラウンドビートは誰が作ったんですか？グラウンドビートって誰がつけたんですか？